市議への暴言問題の責任を取り来年4月の任期満了での退任を表明している明石市の泉房穂市長はきょう会見を開き来年の統一地方選に向けて市議の候補者の公募を開始したと発表しましまた。明石市の泉市長はきょう会見を開き 来年4月の統一地方選に向けて自身の講演会のホームページ上で市議会議員の候補者の公募を開始したと発表しました人気としては4月30日まで来年あるわけですけど赤石市長としてベストを尽くすのは当然なんですけどそれにとどまることなくそのあとも来年5月以降も今の赤石市政がちゃんと市民に納得いただけるような形で続くようにですね共にやれる議員の数を過半数の16絶対取ると。 泉市長は明石市議会の定数30人のうち現市政に賛同する議員を過半数の16人に増やしたいとしていて公募は次選と他選の両方で行われます。 市民が応援をしたいとだ、まあ、特定のいわゆる業界団体や、特定の宗教団体や、特定の労働組合やではなくて、周りの方が、あの人、一緒なのになっていう人を説得して、立候補をしていただいて、みんなで応援して、議員になっていただいて、頑張っていただくようなイメージで一方、泉市長はこれまでに、地域政党の立ち上げと、 明石市長選の候補者擁立の意向を示していますが現時点では未定としています。